人件費削減、コスト削減、業務効率化等さまざまな理由で全国の緑の窓口は閉鎖や営業時間の短縮、人員削減により長蛇の列のが発生するようになりました。当然利用者の不満の声は多くなり、 JR 東日本は緑の窓口の閉鎖を一時凍結すると発表しました。またこの夏休み期間中は臨時で緑の窓口を再開させたり、窓口の人員を増やしたりして対応をするとも発表しました。チケットレス化、ネット予約も進んでいますが、窓口でないと対応できないこともありますし、何かトラブル発生時には対面の窓口に駆け込むのが一番早い解決方法であります。本日は8月14日、名古屋駅に用事があったので名古屋駅の緑の窓口の様子を撮影してみました。名古屋駅新幹線北口改札前に来ました。南海トラフ地震の巨大地震注意を受け、三島、三河安城間を速度を落としての運転、その影響により下りは名古屋駅に5分遅れで到着しているようです。上りは名古屋までダイヤ通りで運行され、東京着が約5分遅れ程度で到着するのでしょう。JR 東海は緑の窓口ではなく JR 全線切符売り場という表現をしています。この日は特にトラブルはなかったので窓口は落ち着いていますね。また EX 予約や自動券売機を利用する方も年々定着しているように感じます。隣の JR 東海ツアーズに来ました。こちらはあくまでも旅行会社なので JR の切符は発行してくれますが、制約があるので利用の際には注意が必要です。例えば E5 予約や駅ネットで予約した切符は発行できません。こちらも落ち着いていますね。自動発券機と自動券売機の様子です。こちらも落ち着いていますね。こちらは広小路口改札前にある JR 東海ツアーズです。こちらは結構穴場で空いている印象があります。ここからが本題です。名古屋駅構内には3つの窓口があるのを紹介しました。この3店舗が混雑していて、あなたはピンチになりました。早く切符の購入変更を窓口でしたい、とにかく並ぶのを避けたい、1分
1秒でも名古屋を離れる必要がある。様々な理由で窓口で問題を解決したい。答えは、そうか、パンマウは、え、中央改札口に来ました。隣の音尾橋駅に行きます。 JR 東海も近年無人駅を増やしています。名古屋駅の隣の八田駅、琵琶島駅は2024年2月1日から無人駅になりました。代わりにサポート付き指定席券売機が設置され、オペレーターとの通話で様々な対応が可能です。なぜか音尾橋駅は今回免れたようです。160円支払う必要がありますが、まずは音尾橋駅へ行ってみましょう。音尾橋駅は普通のみの停車駅です。11時48分発の岡崎行きに乗車します。
名古屋から約3分、160円で音羽橋駅に到着。ご覧の通り、窓口があります。窓口が閉鎖されている時間帯があるので、注意が必要です。ご覧の通り、デイタイムは閑散としています。どうしても早く窓口という場合は、160円を支払っても行く価値はあると思います。また、音羽橋は特定しない駅です。例えば、名古屋から東京へ新幹線を利用するとき、音羽橋で購入すると、乗車券は名古屋市内から東京都区内と発券されます。この切符を音羽橋から入場し、一度名古屋まで戻っても、追加料金は必要はありません。当然、音羽橋で入場した乗車券を、そのまま名古屋の新幹線乗り換え改札に通しても、弾かれることはありません。穴場の音羽橋ですが、もしかしたら、無人駅化されるのも、時間の問題かもしれません。その際はこの3つ並んでいる自動券売機の一番右側にサポート付き指定席券売機が設置されるのでしょうか。今回の動画いかがだったでしょうか。窓口閉鎖、無人駅化はサービスの低下と言われます。ごもっともな意見です。しかし営利目的と公共交通機関の維持の両立はとても大変だと思います。お互い歩み寄るようになりたいですね。今回の動画はこれまでとなります。ご視聴ありがとうございました。